司会文書。本文書へのアクセスは、クリアランスレベル5の職員に限定されます。適切なクリアランスなしに本文書へ不正にアクセスを試みた場合、直ちに終了処分が課せられます。続行する場合、要求されたクリアランスを提示してください。アクセスを承認しました。データを開示します。司会文書。当文書は、2013年11月7日にイスラエル、ヨルダンに位置する司会から、財団の調査チームによって発見、回収されました。O5 評議会による協議の結果、司会文書の回収に関わった全職員、計23名の終了処分が決定されました。当文書はラテン語で書かれており、誰がいつ、何の目的で書いたかは判明していません。現在、当文書の実物は、に保管されています。以下は、当文書の写しです。SCP の発生は、20世紀に入って急激に増加した。というよりも、20世紀に入って発生するようになった、という方が正しい。理由は、だ。この理由を知る者は私含め今後財団には存在しないこととなる。だから私はここに記録をしておく。私は人類に色を返した。それが私にできる全てだった。あとは、これを見つけた後の財団に託す。無力な私を、どうか許してくれ。40年前。我々財団は GOC と密約を交わした。内容は、だ。信じてほしい。GOC は我々の味方であり。同志だ。同じ目的を志す、同志だ。我々財団は成し遂げなければならない。この異常に対する、最終的解決を。それが我々財団に課せられた本当の使命なのだ。ホイチ、現在、当文書に関する調査がインサージェンシーによって行われています。ホイに、当文書の発見を受け、財団の方針は、人類の根絶に変更されました。